ね、このスタンダードモデルとフルカウルを持つ F とでは全く共通ということで、まあ、そのあたりも川崎とは全然考え方が違うという印象を受けます。そしてですね、この走りを味わってみると、どうもこの GSX-S1000 シリーズはちょうどですね、ライダーの層で言えば忍者1000と Z1000 の中間あたりにいる層を狙っているんじゃないかなというような印象なんですよね。そして先ほども言った通り、川崎の Z1000、忍者1000というのは開発のコンセプトに対してかなりピュアというかですね、純粋に作られたモデル、まあ、ひたすらそれを求めて開発されたモデルという印象であるわけなんですけれども、まあ、その分ですね、対象とするライダーはややピンポイントというかですね、こう結構限られているというような印象もなきにしもあらずなんですが、まあ、この GSX-S1000 シリーズに関しては対象とするライダーはそんなにピンポイントではなく、もうちょっと広い層のライダーをこうざっくりと対象としているのかなという気がしますね。まあ、それゆえですね、この GSX-S1000 シリーズに関しては先ほども言った通り、川崎の忍者1000、Z1000 ほどデザインは違わないですし、そして乗った印象もですね、まあ、川崎のその2台と比べるとそんなに変わらないという部分もあって、そのあたりからもですね、やはりこの2台というのは対象としているライダー層に違いはないのではないのかなという印象なんですね。例えば川崎の忍者1000、Z1000 で言えば何よりもライディングポジションも全く違いますし、ハンドルバーは Z1000 はバーハンドル、そして忍者1000はやや高めに設定されているもののセパレート風のハンドルが採用されているということで、まあ、そういう点からもですね、川崎の2台とこの GSX-S1000 シリーズがそんなにガチのライバル関係にあるかというと、まあ、そうでもないかなという気がするんですよね。で、先ほども言ったですね、この GSX-S1000 シリーズに関しては、じゃあなんでフルカウルモデルとネイキッドモデルがあるのかというと、まあ、私はですね、まあ、例えばネイキッドモデルが好きだというライダーがいて、まあ、その一方にですね、やはりカウルを持つモデルが好きだというライダーもいて、まあ、鈴木としてはですね、このモデル、プラットフォームはかなり気合を入れて開発しているだけに、そういった外観上の違いで購入対象から外してもらいたくないというような、そういった意識があったんじゃないかなと思うんですよね。なのでほぼ同じ仕上がりでネイキッドのこの GSX-S1000 とフルカウルを持つ F があるというような、まあ、そういったことなのではないのかなという気がするんですよね。まあ、そういう意味からするとですね、この S1000 と S1000F どちらを買おうか迷っている方も多いと思いますが、まあ、私は個人的には外観上の自分の好き嫌いで選んでも間違いはないのではないかなと思います。ただスポーツツーリングモデルとして見た場合は、やはりですね、川崎の忍者1000というのは相当完成されているなという印象なんですよね。製品説明会の時にこの GSX-S1000F に関してはですね、開発者の方はロングツーリングも好きな、まあ、例えば30代から40代のライダーを対象としているというようなコメントがあったかと思うんですが、そういったライダー層をまあ、がっちりと捉えたいというような、そういったコンセプトであれば、やはりですね、このタンデムシート周りはもう少し広くとって、荷物の積載性なども考慮しなきゃいけないし、まあ、例えばアクセサリーでラゲージシステムがあるなど、まあ、そういった部分がどうしても必要になってくると思うんですが、ところがですね、 S1000F の場合はそれほどそういったものに積極的ではないんですよね。まあ、何しろこの GSX-S1000 と、まあ、後ろ半分はほぼ同じデザインとなっているということで、まあ、そういう点で実際のロングツーリングに連れ出した場合は、やはりフルカウルモデルに関して言うと GSX-S1000F に対して忍者1000の方がやはり分があるかなというような気がしないでもないんですよね。一方、ネイキッドモデル同士の川崎の Z1000 に対してこの GSX-S1000ABS というのは結構いい勝負だと思うんですよね。そしてハンドリングなどに関してはおそらくですね、乗り比べると多くのライダーの好みが分かれるところなのではないかと思いますね。具体的にはどういうことなのかというと、まあ、川崎の Z1000、忍者1000の時に何度もコメントしていますが、川崎の2台が共有しているプラットフォームというのは直列4気筒エンジンを搭載しているということでは、この GSX-S1000 シリーズと共通しているわけですが、フレームの取り回しが全く違うんですよね。川崎の2台に関しては
あのプラットフォームのそれが大きな特徴でもあるわけですが、車体をスリムに設計するためにメインフレームの部材がエンジンのシリンダーヘッドの上を通過するような、そういったフレームの構成になっているんですね。そしてさらに燃料タンクはそのエンジンの上側を通過しているメインフレームの部材の上に乗っかっているというような、まあ、そういった車体の構成になっているんで、燃料タンク満タンにした時にはその傾向は顕著だと思うんですが、車体の重心としてはやや高くならざるを得ないところがあると思うんですよね。その一方でこのスズキの GSX-S1000 に関して言えば、メインフレームは新設計の、そしてですね、これは結構重要なポイントだと思うんですが、GSX-R1000 のフレームよりもこちらのフレームの方が少し軽くできているんですよね。そして剛性も最適化されたアルミフレームということで、まあ、このあたりがね、非常にコストのかかった構成になっているわけですが、このフレームのメインの部材というのは通常のスーパースポーツなどと同じようにエンジンのちょうどシリンダーの真横を通過するような、そういった構成となっているので、重心としてはそれほど高くはないというような、そういった印象なんですよね。そして燃料タンクの位置も川崎の2台と比べるとそれほどライダーに迫ってくるような盛り上がり感、高い位置に燃料タンクが搭載されているというような感じでもなく、川崎の2台のような重心がちょっと高いなというような、まあ、乗り始めは少し緊張感を強いられるような、まあ、そういった感触というのは全くないんですよね。むしろこのように一般道をとろっと流していると本当に乗りやすい、とっつきのいいバイクだなという感じがして、まあ、このあたりはですね、やはり川崎の2台との大きな違いだなと感じられます。はい、そしてですね、今私が走っている道というのは信号もあまりない回送路であるわけなんですが、まあ、例えばこういったコーナーを曲がっていてもライダーがちょっと入力するだけでもうほぼそのままの感じで車体が反応してくれるんで、実に曲がりやすいんですよね。川崎の2台に関しては私は確かですね、コメント内容としてはビッグバイクらしい手応えがあるというような、まあ、そういったコメントをした記憶があるんですが、まあ、そういう点ではですね、この GSX-S1000 の方が川崎の2台と比較すると誰が乗ってもとっつきがいいというか扱いやすい、そういう車体に仕上がっていると思いますね。はい、そしてこの GSX-S1000 のエンジンに関してですが、まあ、やはり結構トルクが下からあるんでしょうね。スズキとしてはそれを狙ってあえてですね、2005年から2008年に採用されていた GSX-R 専用のエンジンをこのモデル専用にチューニングして搭載したということだったと思うんですけれども、その甲斐あってかですね、本当に下から扱いやすいエンジンになっているんですよね。でこのモデルのこれは一つ大きな特徴かなと思うんですけれども、まあ、これはもちろんトランスミッションのギア比などとも関連する部分ではありますが、このモデルに乗って普通に走っているとですね、自分が思い描いていたというかイメージしたよりもちょっと高めのギアで走っていることが圧倒的に多いんですよね。まあ、私の場合はご存知の通りあまりスピードを出す方じゃありませんが、まあ、それでも気がつくと街中を走っていて平気で6速で走っていたりとか、もしくは5速、4速あたり、まあ、そのあたりを対応して走っているようなこともあってですね、まあ、明らかにですね、通常のバイクと比べると、まあ、1段、場合によっては2段ぐらい高めのギアで走っていることが多いんですよね。まあ、それぐらいこのモデルというのはですね、低速域から低回転域からしっかりとしたトルクが出ているんでしょうね。で興味がある方は見返していただきたいんですが、このモデルの製品説明会の時にコメントがあった通り、2005年から2008年の GSX-R 用のエンジンというのはロングストローク傾向が強くて、まあ、その関係もあって低回転域から扱いやすいんだと思いますが、結構ユーザー、オーナーからは定評があったエンジンだったんですよね。でそれもこのモデルのキャラクターに合うであろうということでこのモデルに採用されているわけですが、まあ、こうした走っているとですね、やはりそのエンジンを採用したのは大正解であったのではないかなと思いますね。はい、で高速道路渋滞していたのであまりコメントできなかったんですが、やはりこのスズキの直列4気筒エンジンというのは、まあ、排気量に関わらずと言っていいのだと思いますけれども、結構色気があるというか味があるんですよね。で高速道路上でもね、その点ちょっとコメントしましたが、川崎の場合はですね、あえて言うならばエンジンのフィーリングはちょっとしたザラザラ感があるんですよね。でその一方でスズキのエンジンはどうなのかというと、結構これはね、ゴリゴリ感というか、まあ、そういったフィーリングなんですよね。
まあ、おそらくですけれども、そのゴリゴリとザラザラの違い、人によって捉え方はあると思いますけれども、やはりですね、ゴリゴリしたこのエンジンの方が低回転域からしっかりとしたトルクがあるというような、そういった印象と相まって、表現としてはどうしてもゴリゴリというような、そういった表現を使いたくなるのかなという気がしますね。はい、でここから先はしばらく走るとかなり路面状況のいいワインディングが始まるんですが、そういったシーンではどのような走りになるのか、実に期待が持てるモデルだなと思いますね。はい、せっかくですからね、速度は上げませんけれども、少しエンジン回し気味でいきましょうかね。はい、今4速で走っているんですが、ちょっとシフトダウンしてね、エンジンを回し気味でいきたいと思います。